警護公園側から見た、ソラリアターミナルビル福岡三越は、福岡県福岡市中央区天神にある百貨店で、西鉄福岡駅ビルである、ソラリアターミナルビルの各テナントである。かつては、三越グループが運営していたが、経営統合のため2010年10月1日より、株式会社岩田や三越が運営している。法人としての株式会社福岡三越は、 かつてこれを運営していた企業で、次の二つが存在した。初代、1994年4月14日から2003年8月31日に代目、2009年10月1日から2010年9月30日、なお、近くで営業していた旧、ティファニー館についても、合わせて述べる。ソラリアターミナルビルの地下2階から1階、3階から9階に入居している。2階は、 西鉄福岡駅ホームとなっており、三越の店舗はない。地下1階は、ラシック福岡天神となっている。3階は、西鉄天神高速バスターミナルと、4階から8階は、ソラリアターミナル駐車場と一体の構造となっている。福岡における、三越の歴史は、1982年、福岡市博多区中洲に、企業相手の拠点をオープンさせたのが始まりである。それまで、 全国主要都市の中で唯一拠点を持たなかった福岡を、以後三越は重要視し、一般客相手の店舗進出の機会を探ることとなった。1992年、三越は初の福岡における一般客向けの店舗として、三越福岡天神を開業させた。形態としては、名古屋のラシックや新宿アルコット店のような専門店形式であった。 その前年、西日本鉄道が福岡駅再開発計画における駅部分の各テナントとして三越を選定。当初福岡三越は三越と西鉄による合弁会社として設立され1997年10月1日に開店したが、しかしその後三越がライバルの岩田屋を子会社とする伊勢丹と三越伊勢丹ホールディングスを設立して、 経営統合すると、一転して、地域分社の方針に転換。このため、2009年、6年ぶりに法人としての福岡、三越が復活することとなった。なお、実際に、百貨店事業を三越から譲り受けて開始したのは、設立から半年後の2010年4月1日。福岡三越の復活は、岩田屋の再編と、セットになっている。 岩田屋も伊勢丹の子会社から三越伊勢丹ホールディングスの完全子会社にする手続きが福岡三越社復活とほぼ同時に行われている。こちらは伊勢丹の子会社統括機能を分離し三越伊勢丹ホールディングスが吸収する方式で行われた。そして2010年10月1日付で福岡三越は岩田屋に吸収合併され解散以後は 岩田屋三越により運営されている。なお統合に際しては、2代目、福岡三越社長の大田垣達夫が、同年6月以降岩田屋の社長も兼ね、統合準備を進めた。ティファニー館については、福岡三越が開業して、以降も規模を縮小しながら、三越本体直営で運用されていたが、2004年に、ティファニーショップが、ソラリアプラザへ移転した後閉鎖され、撤退。 現在は一部がカラオケシダックス福岡天神クラブとして運営されている。また、三越の全店舗の中でも最も新しい店舗である。ありがとうございます。